休憩チャイナです。今日も変わらずのローアングルです。ちょっとね、なんだっけ、加湿器を焚いているので、ちょっとこの辺に誰もいないのって、ノーピとかおるかも。ノーピぐらいなら分からんけど、そう、みんなね、この時間割を見て分かる通りみんな行ったので、もう帰るしとか、休憩時間ね、サラだけなんよ、いつも。なぜか。昨日、今日と。ナーピー呼んだら来るかな。でも隣の部屋におるよね、多分。ノアピー、多分イヤホンつけとるかも。今日はチャイナでーす。ノアピー、絶対聞こえてない。ノアピーっていうのが絶対聞こえてないよね、多分。壁を越えた側にいるから、多分今こう 2.5 機か3機しかおらんかも。そう、私に会った時に私にこういつも話しかけてくれるのはノアピとリオツンとビエチぐらいですね。そう、私はね、私は来てくれた子を可愛がるのみです。なって、でもなっても帰るのか分からんけど。ご飯よ、確かに。ノアピー、なんかね、イヤホンつけとった気がする。コンコンってやってくるかな。無理かな。伝わらんと思う。コンコンってやったら誰か来るかな。MJ さん、赤ヘルサンタさん、めっちゃ可愛いギフト、アバッタンさん、チコちゃん、ともゆきさん、フックポンさん、ピロシさん、ナラブさん、めっちゃ可愛いギフト、グユキさん、アサチさん、ヒーさん、カミヤさん、あら、ナラブさん、ありがたわ。ナラブさん、ありがたわ。シシ、言葉わからんけんさ。糸ちゃん、くまわさん、ありがとうございます。来てくれる後輩を可愛がります。可愛がらせていただきます。可愛がるというか、可愛いなって思う。夜のお弁当がなんと薄利です。いいお弁当じゃないこれ、分からんけど、うん、
え、長くおるかな、誰がおるか分かってないよね。でももう多分みんなお話し会に行ったけん、おらんかった。いませんでした。もう帰ったっぽい。おりませんでした。めっちゃ目が乾燥する。ゲマツルさん、ライディーンさん、ナポさん、ワーさん、ネジウマさん、ミッキーさん、ありがとうございます、ね、おらんのに叫んでしまっただけでしたが、じゃあお弁当でも食べようかな。あ、事故った。あ、そうかそうかそうか、そうだそうだ、私はこの今加湿器を後ろに立てて立てとったのに、それを忘れて加湿器をどけてしまった。携帯で配信しているのでね、箸ついてないんですけど、箸ついてなかった、ちょっとダメだこりゃ、箸を取ってきます。お箸を取ってまいりました。チェーナのクオリティ高い？あ、本当ですか？ありがとうございます。そう、最終時間。6時間目おしましも当日券もできますので、ぜひお持ちしてます。本音はサラちゃんに行きたい人です。待ってます。もうノアピはいませんよ。ノアピは帰りました。中華ではありません。今日は10枚目シングルのメンバープラス研究生ちゃんしかいない。うん、
6時間目で最後です。お空からしたら3連休というより4連ぐらいの気持ちなので、いただきます。うん、しっかり焼かれた味がします。美味しいです。スモークが叩かれてます。当日券完売？あ、そうなんや。じゃあもともと私のを買っててくれた人しか来れないということですか。でも押し増しはできるんじゃない、分からんけど。うんね、最後の時間はね、いつもみんなもう帰っていっちゃうんですよ、悲しいことに。日曜だから今日。日曜の夜はみんな帰っていっちゃいますね。明日平日だしね。最後の時間誰がいるのか、誰が残ってくれるのか。なんかみんな咳してない。充実感で明日から頑張ります。それは良かったです。咳するんや。本当に私の話し声よりもでかそう。このお肉美味しいです。うん、福フェスから公演からお話し会2日間と
全部楽しいけど体は疲れてます。今日はね普通に寝てきたんで、ちゃんと全通の人いると思うよ。思い当たる人がいます。今アイスも食べたい。今日はアイスの差し入れないですね。睡魔、睡魔を襲ってきました。今日はクラムチャウダーじゃなくてコーンスープです。ちょっとコーンスープも美味しいんやけど、昨日のクラムチャウダーが美味しすぎて、クラムチャウダーが忘れられん。最後の1枚焼肉屋さんの味がする、ちゃんと。ご飯が、ご飯じゃない、薄ついた肉が、美味しいかな。ピンクは ミスった。
このピンクは、うん、違いました。ちょっと想像と違った。ふりかけ欲しい。それか味付け海苔。たーさん似合う。たーねっさん、ふっちゃん、奥行きさん、なとさん、バーバムさん、オロチさん、モンブランさん、読売巨人軍さん、ともゆきさん、ありつけさん、めっちゃかわいいギフト、ありがとうございます。初めて話して緊張しました。緊張、まあでもそんな緊張するのにね、来てくれてありがとうございます。ちょっとタレが地味にかかった米、お米はあります。さ、めっちゃ米は好きなんやけどね、お米を食べたいのに食べるものがない、悔しい。なんか物色してもない、な、多分ない気がする。そう、立ちっぱなのもね、足に疲労がきてます。ふりかけ食べたい、ふりかけで食べたい。そう、たまにね、お話し会にね、持参しとった時はあるんやけど、今日は持参してないので。田中食品さん、チリパー、この時間はね、私だけなんですよ、休憩が。休憩時間がみんなとずれてて悲しいです。そういう、今日も上から撮るともうちょっと可愛いですからね。寝たらバンされるんやったっけ。寝たらバンされるんやったっけ。やっぱ寒いな。寝たらバン。実験。寝たふりでもされるんか。そんな寝、ガチで寝れるようなあれじゃないけど、相当配信でも気抜いてない限りは寝らん。スリアさん、ナーラブさん、ラブレターとめっちゃ可愛いギフト、キョンシーさん、モピラさん、ありがとうございます。うん、6時半ぐらいになったらメンバーかそうだんだん帰ってくるんですけどね。今ならメンバーもおらんし静かやけん、寝たらマジで寝れそう。
多分まだまだ帰ってこんの。あと30分ぐらいはメンバー誰も。受付時間が終了したらね、ちょっと割と帰ってくるんやけど。米食べたいけど食べるものがない。物色しに行ってもない気がするな、多分。そう、なんかスープ系はね、いっぱい準備されてるんやけど、ご飯とっていうよう な, なんかふりかけみたいなものはないかな。10分と90分の休憩全然違う。もう今の方式の方が結構ちゃんと合間に休憩をもらってから行けるけんありがたい。よし次の時間行くぞーってなる。そう、周りは誰もいません。今この部屋一室誰もいません。昨日今日と隣には隣千穂さん、その隣に沖さんとココアさんで、その前に福田さんがいてって感じなんですけど、なんでそうやけんね、コアさんとかチューさんとかがおるときはずっと喋ってるんやけど、今ずっといないから。今ね、私休憩時間は私だけだから。ガツガツ来る研究生、ガツガツ来る研究生か、いないですね。あ、ノアピぐらいノアピと、藤井理恵ちゃんぐらいかな、3期生の。おしまし？何言ってるんだ。前髪が浮いてくるな。
めっちゃどう頑張ってもローアングルになる。今話し相手がいないんでね。このまま寝てしまいます。おやすみなさい。どんぐらいでバンされるか。ああ、またがたった。どのぐらいでバンされるのか。今もまだふーちゃん留守中さん、ありがとうございます。3分、確かにね、3分ぐらい寝たら本当に寝た感強いもんね。何かしてないとちょっと起きてられない。30分、え、どういうこと？マヒナさんが30分ぐらい寝てたってこと？マジ？誰かいるかな？誰かいる？30分以上バンされないとかもある。いける。なんか時差すごいね、今日コメントと私の行動が。時差がすごい。今もし寝たとしても、バンされたとしても、そしたらもう速攻マネージャーさんに起こされるだけだから、そう、割と大丈夫かもしれん。家で配信中に寝てしまうよりも全然大丈夫。それではおやすみなさい。寝てみる？寝てみようか。
もう気になる。かゆ。あれ串がなくなった。急に綺麗にし始める。そう、ガヤガヤしたとこから静かになったら眠くなる。昨日はひなさんがね帰ってきて、さらっぴーって言われて配信してますよって言っといて、今日は誰が帰ってくるのか、一番に。じゃあみんなで予想してください。この部というか、まあ、帰ってくるって言っても、帰ってきたとしてもこの私がいるこの部屋のこの楽屋に帰ってくる人だから、はい、誰でしょう。レースSTU ケイバならぬケイビド。 STU ケイビド、誰が一番最初に帰ってくるかな。沖さん。私の予想は、福田さんかな、福田さんかな。昨日はひなさんでした。みなみさんかな。果たして、またしてひなさんかな。帰ってくるとは言っても、帰ってきてここに帰ってくる人だから、
やばすぎな可愛さですね。チャイナ会いに来ちゃいな。誰だろうね。まっすぐ帰ってくるとは限らないから、写真撮りに行ったりしてすぐ帰ってこんかもしれんし、私の予想を真似しないでくださいね。ちゃんと自分の意見で皆さん考えてくださいね。めっちゃあくびが出始めた、やばい。こんな誰が一番に帰ってくるかなとか言ったけんさ、もう帰ってくる、誰かが帰ってくるまで配信終われんくなった。果たして誰が帰ってくるのか。まあ、早くともあと10分は誰も帰ってこない。じゃああと10分寝ようかな。あと10分寝ちゃおうかな。これ寝とる時にさ、配信見に来た人びっくりするよね。こうやって寝とったら誰か起こしてくれるかな。でも多分みんな休憩中やったら起こしてこんと思う。寝てる、普通に寝てるだけだと思って邪魔しないようにしようと思って多分起こしてこんと思う。やばい、足がしびれた。いや、足がしびれたよ。誰かいるメンバー、この時間誰かおったんか。誰かがいる声がしてきましたね、今更ながら。やばい、足がしびれた。
すがにもう次の部からのメンバーはいないですよ。もう全員見に来たよ。めちゃきのこさんありがとうございます。ご飯食べて塗り直すってなかったですね。映画難しいです。おやすみなちゃいな。誰が帰ってくるかだから、みんな予想しましたか？予想しましたか？予想はできましたか？誰がこの楽屋に一番最初に帰ってくるのか、ね、声聞こえるよね。でも絶対ね違うと思う。ちなみに昨日帰ってきたのはひなさんです。20分ぐらいになったら帰ってくるか。最短で20分、25分とか30分ぐらいに帰ってくると思うけどね。誰かしら寝たふりしとったら起こしてくれるかな。誰か誰か起こしてくれるかな。起こしてこんと思うんだよね。Vlog の整体院やった。ちょっとこの後乗せてもらおう。いや起こさんと思うよ。だって最後逆の立場やったらまだ休憩時間やし起こさん方がいいなと思うと起こさんもん。やっと腕離せた。斜めだけど。誰か映り込んでくるかな。ちょそう、ね、配信してるの気づかずに
も誰も今いないから、スタッフさんには配信しますって言ってるから、言っています。5分後起きたらバンされるから。バンされて結果発表見れず、この本当にね、この音の配信の音のない感じ、ここに音のない感じがめっちゃもう寝れそうな静かさ。ドッキリ企画みたいになる。サラが寝て誰か帰ってきて、誰かがサラの顔を覗き込んできて、それが映る。で画面見て、配信してたの？もうこれ完全に今ひなさんで想像したけど、配信してたの？確かにミュートしとけばいけそうじゃない？ずっと寝とっても。寝てみようか。ミュートしとったら。いける。もうめっちゃ立って、テロップに書いとこうかな。起こしてください。これ見たら起こしてくださいって書いて、こうやって寝とったら、沖さんとかが帰ってきて、傷映ってくれるかも。沖さん帰ってきたらここ通るんよ。沖さん、ひなさん、ココアさんはここ通るんよ。配信は絶対見らんと思う。ショールームはね、自分が配信せんとするとき以外は開くことそんなないけどね。ちなみに今は、18分か。いや、あと5分ぐらいは帰ってこないと思うけどな。誰も。早くとも。起こしてください。起こしてください。起こしてください。誰も帰ってきませんよ。いや、もう帰ってくるよ。もう5分以内に終わるから。まだ帰ってきません。一応何かあったらいけないからミュートしておくけど、そろそろ帰ってくると思うんだよね。誰か帰ってくるかな。本当にこんなことしてさ、何も誰も帰ってこなかったらどうしよう。 そして帰ってきたとしてもさ、ここを通らんかったらさ、
意味ないやん。そんないっぱいいっぱい隠しカメラがあるわけじゃないけどさ。いいこと思いついた。もう帰ってくるかな。起こしてって書いた。起こして。え、ちょっとこれミュートしたいんだけど。一応ね、何かあったらいけないから。寝たふりします。
全然誰もこう。もうこれダメだ、ひなさんが気づいてくれんかった。こう言ったったよ。ずっとね、もう誰か来るからって配信してここでさ、ずっと寝取りしてこれ書いとったのに、ひなさん何も気づかずに帰ってきてずっと自撮りしとって、誰も気づいてくれんかった。起こしてって書いてある。え、そう、起こして。誰も起こしてくんない？いけるかな、誰かほったらかしとって。ホワイトボード見ないよね、ここに来て。見ない、マジで見ない。見てくれない、これ。奥さんとかちょっとミュートしてずっと寝たふりしてたの。寝とるなと思って。思った？静かに過ごそうと思った。あ、本当。そっちか。優しい人。静かに過ごしてあげる。こっちここに起こしてって書いてるの。赤の文字で。え、なんか気づいてくれないか、ちょっともうここまで来たら。お母さんとか帰ってくるかな。確かに隣のこのこっちこっち帰ってくる。帰ってくるかな。ちょっともうちょっとやってみよう。バンされそうで怖いけど。
これ今ミュートされててるんで一応ひなさんが演技派のひなさんが起こしてくれましたえ、こんなに帰ってこんことある？ね、まだ全然誰も帰ってこないんで演技派の私が、うん、そうしてくれた寒い起きてよねえ、ねえ、そんなのもやっとるじゃん、やばいじゃんひなさんが起こしてくれましたえ、ちょっとコカさんとか起こしてくれんかな、ひなさんとか帰ってくるかな、まだ帰ってきてないね、ね、もうちょっと寝てみようかな、もうちょっと寝てみますバンされるバンされるかもしれん。
全然帰ってきません。バンされるのが怖くてちょこちょこ目、あ、誰か言った、もしかしてお話し会中に。ねえ、寒すぎてさ、ねえ、取らないで、じゃあ、もう見てこれ、あ、次もう次のターゲットがいるんだからもう、次のターゲット千穂さん。寝たふりしとったら起こしてくれるかっていう、一応おとなしにしてる。何しよんって言われた。何しよん。ねえ、千穂さん、千穂さん帰ってくるか。え、寝たふりしますまた。
福田さんが帰ってきてまだやってるのかと、だって誰も、いや待って、もう休憩終わるよ終わろうかな、もう千葉さんも沖さんも小川さんは帰ってきて、もう誰も起こしてくれんけん、ダメだこれ、帰ってこないかな、もうもうダメでした、あれじゃない、ツーショットなんじゃない、あ、そうかも、沖さんとかは帰ってこないわ、いや、違うな、あれ帰ってきません、もうびっくりした、こんなにもこうやって寝たらもうダメだ、みなみさんも帰ってこん、みなみ帰ったよ、え、あ、びっくりした、あ、最後だからもうみんないません、もうダメでした、もう不失敗です、じゃあもうランキング読みます、時間切れです、さすがに、ではランキング読みます、13位奥行さん、12位ビタミンさん、12位アバッタンさん、11位チコちゃん、10位ムチキノコさん、9位バーババさん、8位ターさん、7位イトちゃん、6位ヤジマさん、5位フッちゃん、4位ライディンさん、3位スケさん、2位アカエルさん、1位セディアさん、ありがとうございました、ちょっとこの時間に限って全然みんな帰ってきませんでした、それでは19時10分から最後の部よろしくお願いします、それでは終わります、長らくのミュート配信お付き合いありがとうございました、いつかリベンジします、バイバーイ。